にちは、ゆっくり水彩画です。今日は香川県多度津町にある海岸の風景を描くため移動中です。本日は秋晴れで気持ちがいいですね。最近は海を描いていなかったからなんだか海を描きたくなりました。皆さんもたまに海を見たくなることないですか？海といえば釣りもいいですよね。自分は2年くらい前に親友のマントヒヒに釣りを教えてもらいました。右方向です。それから今までに釣れたのは2匹です。僕はキャンプが好きなので、ゆくゆくはキャンプしながら釣りをして焚き火で魚を焼いて塩を振ってかじりつきたい。なんか夢が広がるわ。およそ300m 先、左方向です。そろそろ近いな。左側に海が見えるよ。はい、到着です。さあ、どんな景色に出会えるか、楽しみです。では行きましょう。思ったより広そう。うん、これはなんじゃろう。瀬戸内海来たー。空と海が同じ色で綺麗。点在する島々も遠くに霞んでいますね。そういえば戦艦大和もこの瀬戸内海から出撃しました。こんなに平穏な風景からは想像もつかない過酷な時期もあった。お、この辺りが絵になりそうかな。急ぎます。うん、せっかくここに来たから、やっぱこっちを描くよ。はい、いきなり始まってます。木陰が移動しているので直射日光を浴びるのも時間の問題。急ぎます。はい、次は着色です。これから最初に描く空がうまく描けるかどうかでその後のモチベーションが変わってきます。
こんな感じで勘弁してください。そろそろ完成です。最後に鳥を描くよ。完成です。結局、描き始めてからすぐに木陰が移動して直射日光を浴びながら描きました。それでは、ご視聴ありがとうございました。エンディングも見てね。